皆さん、今年もよろしくお願いします。今日はですね、ローソンでいっぱいお酒とおつまみを買ってきましたので、一人飲みをね、しようかなと思うわけですよ。 LINE アットとか Twitter にね、いっぱいなんか質問とかも出たので、答えていけたらなと思います。飲んでいきましょうか。ことで皆様、新しい年の始まりですので、一緒にあゆ太郎と飲んでいただいてる気分になってもらえたら嬉しいです。じゃあ乾杯しましょうか。じゃあ皆様乾杯。あー、うめ。昨日も結局さ、めっちゃ何時頃だろう、3時4時ぐらいまで結局飲んでた気がする痩せるっつってんのに。まあ、トレーニングは頑張るんでね。うま辛チキン、うん、うまい。あ、もうこれほんとただの一人飲みの、ただのあゆ太郎の晩酌なんで、気ままにやります一人飲みってそういうもんでしょ。年もね、もっともっと頑張ろうと思うわけですよ。一気に伸びましたからね。見てくれる人がおかげさまで、メッセージもすごい来るようになったし、と返せてない人はすいませんね。順々に返していきますね。てかもう今ここでなんか返してきますわ、返せるやつは豚バラ、あ、違う、豚バラじゃなかった。何これ、バラ焼き豚。あ、これ結構美味しいんですよ。高タンパクだしね今さら。うん、うまい、マジ幸せ。ってことでね、早速たくさんメッセージがね、せっかくいただいてたんで、この場でね、返していきたいと思います。やっぱソフトテニスの質問多いですね。ローボレーハイボレーのコツをあゆ太郎さんに教えてもらいたい。ローボレーハイボレーのコツですか。とね、結構なんかラケット振ってるように見えるとかよく言われる。あれはまあ前にも誰かに説明したんですけど、あれ実は振ってないんです。このね、肩甲骨のこの入れ替えをうまく行うことによってね、ボールに振り遅れないというっていうのがあるんですよ。ちょっと言葉下手な、バカなんでね、言葉が下手なんですよねだからあれは手でバーンって振ってるんじゃなくて、このやばい球が速いのが来たと思ったら、この右肩の肩甲骨をポンって押し出すみたいな、そんなイメージですね。遅かったら肩甲骨をゆるくスッと動かすみたいな、そんな感じですはい、次行きましょう。分かったかな今のでソフトテニス初心者です。テイクバックやスイングの仕方、面の形、意識しなければならないことを教えてほしいです。これって結構難しいんですよね。なんかテイクバックとかって別に僕決まりないと思うんですよね。なんか結構学校によってはこうしなさいとかこうしなさいとかあると思うんですけど、なんかそれをやっちゃうと本人の能力がなんか半減以下になりそうな気がして、なんか結構独特なフォームでも強い人っているじゃないですか。で、まあその、はい、僕がこう簡単になんか言っちゃいけないことかもしれないですけど、テイクバックとかって気にしなくてもいい気がしますね、僕的には。あの、大きい小さいがいいとか悪いとかもあるかもしれないですけど、まあ僕的にはなんていうんですかね、こうじゃなきゃいけないとかこうしなくちゃいけないっていうのが嫌いなんで、なんかその球にはこういう短い球だったら小さく引いた方がいいですよ、深いボールだったら大きく引いた方がいいですよとかの方がいいかもしれないですね。なんかこうしなきゃいけないこうしなきゃいけないって言うと全部そうなっちゃうんで、中学生わかんなくなっちゃうと思うんですよね。逆に面の形とか難しいな、まっすぐ当てることですね、うん、僕どっちかというともう公園ってよくありがちなんですけど、結構フォーム気にしちゃうんですよ、グリップとか。なんで僕もそうだったんですけど、もうそれ諦めて考えるの。毎回日々成長してるんで人間はね、細胞も毎日壊れて復活してって、人間新しくなってるんですよ。昨日と同じなんて無理なんですよ、そもそも。なんで僕はその日打ちやすい打ち方で打ってます。はい、全然当てになんないよねこれどんどん行きましょうか。あ、てか昨日の靴のプレゼント、サイズちっちゃすぎますよね、あれ。コメントで分かっちゃったみんな。ごめんね、みんな。履ける人、応募してきてね。風邪ひいたんですか？もし、痛くなったら体に気をつけてください。ありがとうございます。心配していただいて。あゆ太郎は大丈夫です。風邪ひいてないです。すごい、ちょっと乾燥で喉が痛くなっちゃうんで、たまにああいう風にマスクしてることが多いんで、お気になさらずに、心配してくれてありがとうございます。終わりー。
あ、そうそう、あのね、ラケット何使ってますかとか、ガット何貼ってますかとか、すごい質問があるんですけど、結構、あゆ太郎ってあの、いつも専属で貼ってもらってる人がいるんですけど、僕、お任せなんですよ、いつも。だから、自分が何のガット貼ってるかって、いつもわからないっていう。でも、この間ちょっと見たら、テックバットかな、多分。ラケットはネクシーガ 90S。だった気がします。結構僕任しちゃうんで、大体打ってれば慣れちゃうっていう人なんで。なんか当てになんなくてすいません。一応ラケットはネクシーが 90S のガットがテックガット。ポンド数が27か8だった気がします。意外と緩い。2本目、いきます。筋トレする意味を教えてくださいとか、あとは結構そういう質問があって、腹筋をつけるとプレーにどんな効果として出てくるのですかとか、いろいろあるんですけど、別に筋肉がついたからって球が速くなるとか、まあ多少あるかもしれないですけど、球が速くなるとか、ぶっちゃけないと思う。細い人が球速かったりするじゃないですか。まあ要は体の使い方なんですよ、多分ソフトテニスって。パワーはあんま必要とされないって思うんですけど、何がいいかっていうと筋トレすると、軸がぶれなくなるんです。動かされた時とか、無理な体勢な時にも打たなきゃいけない時ってあるんですよ。そういう時でも、しっかり打てる体幹能力。腹筋であったり、この胴体ですね。背筋であったり。あとはグッて腹に力入れるんで、ストローク打つと。そこで多少こう安定さが増すっていうのはありますね。あると思います。あゆ太郎的にですよ、これは。どうしたらそんなにうまく打てますか？ひたすら練習あるのみです。やべ、ソフトテニスの質問ばっかりだ。あと、そう。なんかよく緊張して、いつものプレーが出せませんとか。緊張しちゃって僕力が入んなくなっちゃうんですっていう質問が結構あるんですけど、そんなの誰でもそうです。そんなの多分オリンピック選手でもあると思いますよ。今のソフトテニスやってる日本代表の人でさえ緊張しないわけがないんですよ。勝ちたいんですから。じゃあその子に言ったのは、緊張するのはいいことですよ。一流選手っていうのはやっぱその緊張やプレッシャーをね跳ねのけて勝てる人だと思ってるんで、僕は緊張して力出せないのがまあ二流選手っていうのかな。練習はいいけど試合がダメっていう人が多いじゃない。まあちょっと変えれば多分その人たちは化ける可能性があるんですよ、やっぱ。きっかけで。勝ったり負けたりのもう緊張もしないっていう人はね、もう三流選手です。僕がもう、俺緊張しないよとか言って、まあ勝ったり負けたり、一回戦負けしたり優勝したりっていうのはもう僕から言わしてみれば、何の意味もないですね。三流選手です。ただ単に一回勝っただけ、ああすごいっていうぐらいの。レベルですね、僕からして。いや、スポーツって勝ち続けることが大事なんでね。でもすごい練習してその1回だけ勝つっていうのはすごい大事なことですよ。ただ毎回なんかもう緊張もせず練習もせず勝ったり負けたりっていうのは別に僕は本物だとは思ってません。あいつら結構凡人出身なんで、本当にそうなんですよ。本当にマジ凡人出身なんですよ。多分僕の知ってる人から見たらそうなんですけど、全くずっと成績残せなかったんで、ただ絶対諦めなかったです、僕は。あとね、ソフトテニスは好きですかって聞きます。好きですね。いや、それは嫌いになりかけたことも何度もありますけど。あ、これ僕好きなんですよ、めっちゃ。これ。女子かってな、食うもんが。まあ、やべえよ、質問がソフトテニスのことばっかりだよ。もうちょっとなんか、あゆ太郎のプライベーティーなことにね、話を持ってきてほしいんですけど。テニスの質問あるかな？やべ、てか俺も顔赤くなってきたよね、これ。お恥ずかしい。てか俺、オタクテニスのやつ、ポケットビーズさんとコラボさせてもらったんですけど、あれ別人すぎないですか？自分でも思うぐらいに、なんか、自分じゃない風に見てますもん、いつも。やべえだろ、あれ、とか思って。この間ね、質問で、あゆ太郎くんはゲイなんですか？って質問が来たんですけど、ゲイじゃないです。それもツイキャス僕やってるんですけど、よく言われるんですけど、ゲイじゃないです。ただ別にゲイの人が嫌いとかはないです。むしろいい人が多いです。その辺の偏見とか僕全くないんで、人間みんな好きなんで、ね、っていうかこの動画を撮ってる最中でもずっと今 LINE アットで質問が来てますからね。すごくない？本当に練習頑張れば努力すれば試合に勝つことができますかって来たんですけど、こればっかりはね、無責任なことは言えないんですけど、やっぱね、スポーツの世界はね、そこがちょっと勉強と違うとこかもしれないんですけど、頑張ったからって絶対勝てるわけじゃないんですよ。逆にそれが面白いとこなんですけど、やっぱ勉強っていうのはやった分だけ身につく。僕ちょっと勉強できないんでわかんないです。勉強、頭いい人とか尺に触ったらすいません、本当に。やっぱ勉強ってやっぱやった分だけ身につくっていうのはあると思うんですよ、勉強の方法の仕方に。スポーツの場合ってどんな技術量が上がっても、どんだけ
メンタルが強くなってもやっぱ相手も同じなんですよ。結局絶対勝つか負けるかのやっぱ勝負なんで、絶対頑張れば勝てるっていうことは言えないです。ただその自分が頑張って負けたからって無意味になることは絶対ない。絶対どっか人生のどっかで絶対役に立つときは、僕も中学校の時バカみたいに素振りしてね、バカみたいに壁打ち行って勉強せずになんか走ったりとかやってましたけど、まあ試合には本当に勝ってないですね、中学校の時は。でもこうやってやっぱその国体とか日本リーグとかね、全日本とか天皇杯とか出たりね、社会人になってできたりっていうのは、やっぱそれが積み重ねがあってのなんで、それぞれですよ、その結果が出せる時っていうのは。みんなね、結果出る前に辞めちゃう人が多いの。本当あえたら僕、凡人の味方なんで。本当にずっと勝ってない選手だったんで、最初。気持ちがわかるって言ったらなんですけど。そうそうね、なんであえたろうが YouTube 始めて、ソフトテニス上げなかったかっていうとね、最近なんですけど上げ出したの。いろいろな理由とか、まあ、前の動画を遡ってもらえればね、なんで YouTube 始めたきっかけとかもわかると思うんで見てもらえればね、ありがたいんですけど、なんでソフトテニスを上げなかったかっていうと、上げればいいじゃんとかね、言われるんですけど、やっぱ心のどっかでなんですけど、やっぱ自分ずっと結構ソフトテニスをやっぱ頑張ってきたわけですよ。小学生の頃から、つい去年まで、もう人生の半分以上ですよね、余裕で。頑張ってきたものに対して、なんかね、こうやっぱ YouTube に上げるといろいろなコメントとかも来るじゃないですか。もうなんか否定されたり、まあアンチっていうんですかっていうのが来るのが、正直どっかでビビってた部分があるんですよ、僕。今までは否定されそうな感じっていうのが、まあそれ覚悟ってね、 YouTube っていうのはもうやるもんなんですけど、どうしてもやっぱそのソフトテニスだけはね、自分がずっとやってきたスポーツだったんで踏み切れなかったっていうのはありますよね、どうしても。あとは、どうせやるなら面白いことをやりたいっていうのがテーマだったんで。で、ソフトテニスもね、こう、やっぱ有名になってほしいっていう気持ちは強かったんで、どうせやるならこう面白いことでソフトテニスを広めたいなっていうのを、この間の動画もね、前の動画をね、見てもらえればわかるんですけど、話してたんですけど、エンターテインメント性のものでみんなに知ってもらえればいいな。ただそれでなんか、ゆうたろうがソフトテニスをバカにしてるみたいなって思われるのが、心のどっか、どっかで怖いと思ってた部分があるんですけど、もうそれを全部取っ払いました。何思われてもみんなにね、知ってもらえればいいなと思って今は吹っ切ってやってるわけなんですけれど、ただね、意外とアンチがいなくてほっとした。みんないいやつだな、本当に。みんないいやつだぞ、マジみんないいやつ。本当に、なんかね、だいたいスポーツ系とかさ、こういうなんかプレイ系の動画ってさ、だいたいめっちゃ叩かれるんよ。なんでそんなこと言うんだろうな、みたいなコメントまで言うんだけど。あんまね、今んとこいないんでね。わかんないけどね、これから。これからわかんないけど。でももう大丈夫な覚悟でいるわけなんですけれども、みんな優しいやつなんだな。ありがとな。本当に。はい、ではこの辺で。またね、こういった、まあ、質問に答えながらの飲み動画をね、上げていけたらなと思います。目標週1で。なんで皆さん、どしどし LINE アットとね、Twitter もやってますので、メッセージの方どんどんください。 LINE アットの方は時間ある時に個人的にね、ちゃんと返しますので、よかったらメッセージくれたらありがたいです。ちゃんと見てますんでね、全部。で、よかったらね、あゆたろうチャンネルメンバーのみほたんとれんにゃんのね、 Twitter もフォローしてくれたら嬉しいです。ではこの辺で、次回の動画でお会いしましょう。バイナー。